ほうほほうほうほうほほうほうほほうほうほうほほう。テーブルを作ったのに見せてもらっていいですか。はっ、あっ、あっ、あっ、
Coin ya nyabi. Ha. Abas. え、ちょっと待って。どこ行けんだ。次が、次ここか、次ここか。あれ戻っちゃった。一番最初のところが、だから敵仕留めきれてなかったのかな。で、あ、どうか。よで、赤の、これを使う。5より少ない。で、ってバトルなんのかな。ガー見てみて。あれは、あ、ジャスミン。なんか、そうそう。誰も遅れて間に合わない。ジニー。口がないジニー全部助けてくれ。よし、来た、それ。いや、ここ。2回もハートレスサイディン使っちゃった。ジャスミン。よかったら、調子的には怪我はないみたいだね。でもこれで寝言あと1回か。仕方ないよ、ジミーに。待った、寝ようとあと1回だろ。とりあえず使わなきゃ。ジミーにやっておやつに任せろ。一人は寝ようと待ってたんだよ。ジャスミンはジニーさんのことなんとかなったろ。すまない、そら。でも、寝ないことあと1回か。うわぁ。うわぁ、何がどうなって、あれ。ランプがない。ふむ、計算間違えたな。ジャスミンを追い詰め、さらにハートレスに襲わせれば、最後の願い事も使い果たすと思ったかな。まあ、良い。そもあれ、魔法のランプは今やこのジャファーのものだ。どういうつもりだ、ジャファー。お前の命令でランプを持ってきたのに。お前の考えなのお見通しだ。ランプの力でジャスミンを手に入れるつもりだったな。ところがそうはいかんだ。なぜならジャスミンはわしのものとなるからだ。なるのだから。なんだって。王女であるジャスミンと結婚すれば、わしはこの国の王となれる。そこでお前のような毒のネズミを利用させてもらったのでアラジン。さあ、ジーニョ、最初は願いを叶えてもらおう。ジャスミンを奪え。ごめんよ、あの。言わない。ジーニョ、なんてことを。あたりか。ごめんよ、アール。ランプの魔人に自由はないんだ。ランプの持ち主の命令には絶対逆らえないんだよ。そういうことはさらばだな、あらっぽい。なんてことだ、ジャスミンもランプも。落ち込んでる場合じゃないだろ。このままじゃジャスミンは会えなくなっちゃうぞ。ランプがなくなったからなんだよ。だったら自分の力で助ければいいだろう。大切な人と会えなくなるのって、どんなことより辛いんだぞ。そら。そうだ、そうだな。やってみるよ。ジャスミンを助ける。でもジャハはランプ持ってるよ。シャミカたちも買ってるかな。大丈夫、いいアイディアがあるんだ。それは、
セーブしとかないと絶対にやられるな。よっ、ほっ。でもジャファーと戦うとしたら、炎系のカードは、炎系の技は吸収されそうだから。ゼロのやつ。ファイヤー入れたけど、ファイヤーはちょっと使わない方がいいか。ファイヤー入れたかな。あれだな、ワンの時みたいにヤーゴに攻撃するのがありなんだよな。でもあの人確かにやっちゃうんだよな。まあ、お前たちだけならジービー見やらせるまでもないわ。外で片付けてやろう。今だ、アラジン。いかん、ジービー連れてもらえろ。あれ、ごめんよ。かかったな、ジャファ。なんだって。今だとお前が寝方ある仕事だ。だよね、きっと連絡の心が映えて、何たちがお前をつける。なるほど、そうか、ある君なんて頭いいって言われる。私がお前の力を身につけたら問題ない。山本の島を知らずに、海でこういうことを使っていいだけだ。海でも、ジービー最後の部屋で足をお前と同じマジンジャパンに約束しこうなるか。
考えた結果、ファイヤーを結局で逃げるという。また組み替えたのに。バータル舞台こっちにいるだろうな。なんかそれは変な場所じゃなくて、あ、やっぱヤーゴ、ヤーゴだ。間違えた。ブリザードは使いづらい。いやでももうブリザードはジャンプしなきゃいいのか。いやもう
誰が。どうした。いけ。やばい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 。危ない。あれ？それ！あっちさ！外すな、外すな、それ。あ、あれさ、気絶してくれたんだ。ストックしすぎてカードが足りない。でかい。アラジンのゾロだ。オッケーオッケー、トードルさせへんか。あとちょっと。おっしゃあー、やめた。でも2回目でなんとか。うん、2階で休みを助けられたし、ランプも戻ったし、よかったね。アラジン、俺のであと1回だっけ。分かってる分かってる、アルを王子にしてあげなくちゃ。全自然自然になりずゆいなりたいけど、今回ジャハンに手をかけてみんなそんなに困らせたんだ。アル遠慮しないと願うんだ、王子になりたいって、ね、でジャスミンに会いに行きなよ。僕は願う。ジニーを自由にしてくれ。あるわ。これでもジャファーのような奴に悪用されることもない。ジニー、君は自由だ。村と泊まりがたいけれど、ジャスミンのことは王子になる願いを。実際で神器の力でジャスミンを手に入れられたとしても、こんなにジェファーと同じになってしまう。僕にとってジャスミンは誰よりも大切な人だからね。だから彼女にはありのままの地球を見せようと思う。頑張るよ。ああ、もちろん、ただ君もね。え？僕が諦めかけた時に励ましてくれた君の言葉で分かったよ。君も大切な人に会いたくて頑張ってるんだなって。うん。そうだ、ジニー。もっと世の中ちゃんの考えは分かるさ。そら。空だけに。小松龍一でも呼んでくれ。ある、これでいいんだろ。ああ、その通りっす。いいのか。もちろんお安いご用だと思う。自由な身になりたいのもそれたちのおかげでもあるからね。それにあるはもう僕に頼らなくてもよさそうだ。そっか、ありがとう。お互い頑張ろう。さよなら、空。そんな、さよならなんて言うなよ。ついに、あ、7だ。めっちゃいいじゃん。ちょっと、モングリショップ行きたい。そろそろでもあれだな、ちょっとバトルがきそうだよな。
そよ。島にいた女の子は思い出した？少しずつかな。その子のこと僕たちにも教えてよ。話しているうちに思い出すかもしれないよ。おとなしい子で、いつも絵を描いてた。海で遊ぶよりも、海の絵を描くのが好きって感じかな。俺たちの絵も描いてくれてさ、結構上手だったな。どっちの絵を描いてもらうかで、リクと喧嘩したこともあったっけ。だけど、いつの間にかいなくなった。大人たちは事情を知ってたと思う。ひょっとしたら俺にもちゃんと説明してくれたのかもしれない。だけど俺小さかったから理解できなかったんだろうな。あの子がいなくなって少し泣いたのは覚えてる。でもそれっきりさ、名前も忘れちゃったんだ。そのうち全部思い出すよ。ああ、それにしても奇妙だ。ここでは記憶を失うだけだと思っていたのに。もしかするといろいろなことを忘れたために心の底に埋もれた記憶が顔を出したのかな。忘れることで見つけるってこと？あいつらが言ってたな。本当に大切な思いほど心の奥にしまい込まれて思い出せなくなるとか、手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れるとか、なんとか。最初は意味がわからなかったけど、こういうことだったのか。なんだか空が羨ましくなってきたよ。僕たちも忘れてた大切なこと思い出してみたいな。あ、ウフィ、どんどん進めて僕たちも思い出そう。いつの間にかカイリーの存在ごとなくなってしまって、ナミネと3人のみんな、僕もそのみたいに汗かけた曲をたくさん思い出してみたいよ。何も思い出してきたね。もしかしたら何も思い出せるんじゃないかな。すごいよ、こんだけ記憶をこう書き換えられるんだから。ということで、今回はここまでで終わりみたいな。よかった、ボスが意外案外なんとかうまくいって、で次回はハロウィンタウンに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。よっ。